盲学動物は海洋に生息する肉食性のプランクトンからなる動物門である。一部の種は定性。全体に透明、または半透明で細長い。一部は頭に矢尻型の不透明な構造があり、全身が矢のように見えることもあるため、矢虫と総称される。長さは3ミリメートルから12センチメートル程度である。原生種は120種以上あり。 20属以上に分けられる。多様性はあまりないが、世界的に分布し、個体数は莫大である。表面は口くらで覆われ、部分的に着色している種もある。頸部横隔膜と微部横隔膜によって、体は頭部、胴部、微部に分かれている。ヒレがあり、尾ヒレで前進し、側ビレで接し、方向転換を行う。ヒレは、皮膚が伸長したもので、 ヒレ状に支えられているといった点は、脊椎動物にも似ているが、生じる位置が水平方向であるといった点で、脊椎動物とは決定的に異なる。また頭の左右には、キチン室の鍵型の棘があって、獲物を捕らえるのに用いる。口には、小型の歯が1、または2列あり、これで獲物に噛みついて飲み込む。噛みついた際に、強制細菌の酸性したテトロドトキシンを注入する。 ものもある。目と神経系があるが、呼吸器、循環器、排出器はない。排出は皮膚を通して行われる。死有動体で卵と精子を共に持つ。卵を水中に産むものや、放卵するものがある。発酵する種もある。盲学動物は、従来、主に腹口が口にならず体の後ろに来るなどの肺発生に基づいて、後口動物に入れられてきた。 しかしその他の多くの形質や分子系統学からは、前口動物に入れるのが適切と考えられている。正確な関係は不明であるが、発生学的には、線形動物との類似点もある。化石は少ないが、カンブリア期に発生したと考えられる。稀にトゲが古生代後期以降の化石として見出される。完全な体の化石は、雲南省の墨エ動物群から報告されたのが、 再固とされる。かつてこのドントの起源と考えられていたプロトコのドントは実際はこのドントでなく盲学動物だった可能性がある。ありがとうございます。